みゆみゆです。前回、ドローンを始めるでですね、ちょっとややこしい、まあ、ややこしいというか、まあ、私の説明が悪かったんですけども、この、こっちがスロットルの場合、モード1。こっちがスロットルで、モード2です。ちょっと説明が悪くて、申し訳ございません。で、前回の動画でですね、説明した、こっち側に、あら、見えてます。こっち側に、グレードアップしたいとか、5インチの VTX を使って飛ばしたいっていう人が、何に移してるのか、移すのか、なんですけど、まあ、例えばですね、こういうモニターを使って飛ばしてる方もいるのではないかと思うんですけどね、こういうモニターです。で、まあ、こういうのを買っていただいて、こうカバー、日よけのカバーがついてるタイプがあるんで、まあ、日が強いとまあ見えないんですよね、ほとんど。なので、そういうのも付属でついてるモニターを選んだ方がいいと思います。でですね、このモニターなんですけど、どうやってそのドローンが映るか、あ、ドローンに映るかですね。ここに置いた方がいいかな。で、ちょっと見にくいですけど、でですね、まあ、これ、ベータ FV75XHD なんですけど、これに、まあ、バッテリーをつなぎます。そうするとですね、モニターをオンにしますと。そうすると、まあ、こういうふうに映ります。で、ここに文字が出てると思うんですけど、ここに文字がいっぱい出てると思うんですけど、これも、まあ、パソコンで OSD というやつをいじれば、表示の位置とか変えれるんで、ですね。で、これも、まあ、おいおい、動画で流します。でこういうふうに本体を見ないで飛ばすっていうのもまあ面白いんでやっていただければいいんじゃないかなと思います。でまあ、これこの 75X から出てる電波を拾ってまあモニターに映るんです。でさっきの文字なんですけどね、こっちのドローンだとじゃあどういうふうに映るのかなんですけど、これ自分で、まあ、OSD いじったタイプなんですね。でですね、まあ、ジャップレーダーさんのバッテリーの 2000mAh を、まあ、つなげますと。つなげたらですね、チャンネルが 75X と違うんで、まあ、チャンネルを自動でボタンを押していただくと拾ってくれるんですよ。で、まあ、電波悪いな。で、こういうふうに映るんですよ。で、パソコンで何も映してないんで、こ
こういうふうに1個しか出てないんですよね。で、こっちですね、こっち。こっちにバッテリーをつなげるとどうなるかです。見えてますかね？ちょっと見づらいんですけど。これランカムって言われる、まあビエザフライトって手ですよ。これ画面変えるらしいんですよね。だけどまあ変えてないんで、あれなんですけど。で、これ、まあこんな感じなんですね。で、これタイマーになってて。多分映り方がですね、ちょっともう忘れちゃったんですけど、16.4 とかっていうその幅がまあ変えれるんですよ。パソコンとかで。で、これまあ変えたりとかして、まあそれもやっていきたいと思うんですけどね。で、一応こういうふうに映ります。で、これモニターって言われるものです。でですね。これがまあゴーグルって言われてるものですね。バッテリーがついてて、あ、見えてないんですね。バッテリーですね。で、つなげると、まあ、見づらいんですけど、ここに画面が映る感じになるんですよ。ジェ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 ってなってるところに画面が映るんですけど、これ両目で見てちゃんと見えるタイプなんで、片目で見るとちょっと見づらいんですよね。で、前回ですね、私が愛用してますよっていうチョップさんなんですけど、ここのショップさんですね。ここのショップさんだとですね、さっき私が使ってた、ここのショップでちょっと私知らなくて、まだその時、ここのショップで買ったわけではないんですけど、ここのショップさんで売ってる、まあこれと同じのを使ってます。で、ここの、ショップさんは、まあ58,500円なんですよ。で、今ちょっと売り切れてるんですけど、これ入荷してここで買った方が、まあ得って言い方なのか、まあバッチリって言い方もなんか変ですけど、だいたい私買うときに調べたんですけど、だいたい6万円超えてます。で、海外から買うと、まあこのぐらいの値段で買えるんです。で、海外のサイト通販で買うと、まあ英語とかなんで、あとドル表示とかなので、値段がまあはっきりその時のレートによって変わってきちゃうんですけど、大体6万円超えてます。で、ここのショップさんだと、まあちょっと良心的な値段ですね。で、ここのショップさんのいいところは、まあ初めてドローンやる人には便利なんです。そのレース用の小さいドローンを始める人にはすごく親切です。さっきのゴーグルってこのままだと画像を受信できないんですよ。で、
こういうの買っていただいて、あの受信するようにしなければいけないんですよね。アンテナ買って、これいうの買って、アンテナ買ってって感じなんですよ。で、このショップさん以外で買うと、まあ、このゴーグルで6万ちょっとして、で、こっちの方も1万3300円なんですけど、他のところだともうちょっと高いんですよね。で、こういうセットでも売ってるんですよ。まあ、セットで買うと7万4000円なんですけど。で、まあ、セットで買ってこういうのが必要だな、なっていうのが、もう分かりやすいんです。このサイトさんは、本当このショップさんは、まあ、本当に出会えてよかったなっていうショップさんなんで。で、ここにはなんか、さっきの、ですね、すいません戻っちゃいました。さっきのですね、まあ、ゴーグルをこういう電源をつけてくれるサービスも始めたらしいんです。ですけどさっきここに載ってた、この赤いやつですね、これがついてとつけれないようなことを書いてあるんですよね。なのでこれを使わない人向けです。で、まあ私が思うにはね、これ普通のこのゴーグル用の普通のって言ったらおかしいんですけど、まあ古い、これ新しいやつなんですけど、古いタイプのやつってですね、さっき見ていただいたら分かると思うんですけど、ゴーグル見てもらうと分かると思うんですけど、こういう感じで、まあ、受信機ついてるんですよ。で、この場合だと、こっち側にもあるんですよね。で、こっち側に、さっきのこのサイトさんにある、ショップさんにある、これつけると、こっち側にここをビューって線通って、まあ、つなげなきゃいけないんですよね。で、それがあるとつけれないみたいなんです。なので、無理、そのをつけてると無理ですよっていうことだと思うんですよ。これ、まあ、画面見てもらった。スイッチつけてくれますよっていうサービスも始めたんですけど、ここについてる感じなんですよ。この辺についてるって感じです。で、多分ですけど、私はですね、今のショップさんから、まあ、この新しいバージョン、さっきの赤いやつ、まあ、持ってるんです。だけどですね、つけてません。いろいろ、まあ、他にとは思うんですけど、やることあるんで、仕事もまあ遅かったりするんで、つけてないやつです。で、さっきのゴーグルとモニターなどを使って、まあ、小さいドローンからグレードアップして、やったらいいのではないかなと思いますね。小さいのをやるんでしたら、まあ、そんなに経費はかからないんですけど、まあ、このいうふうな VTX で、ちょっとモニターで見て、うん、やろうかなっていうんだったら、そんなにコストはかからないですね。で、このモニターがこうスポット入ってバーチャルカメラみたいな、まあ、やつもあるんです。それだと値段めちゃくちゃ安く買えます。まあ、好みだと思うんですけど、そのモニターがスポット入るやつはかなり大きいんですよね。なので私は安い
ゴーグルもあるんで、安いゴーグルで練習して上手くなって、それ以上の上を目指す人は目指していっていただければいいと思うんですけど、最初にドローンを始めるときは本当に大変でした。なのでその大変だったことを簡単にこの動画でできればいいなっていうのが私は思ってます。皆さんがあまりお金かからなく楽しくドローンをできたらいいなと思ってますんで、頑張っていきたいと思ってます。で、なんでこの動画を立ち上げた、まあ前回も言ったと思うんですけど、まあその初心者で初めてドローンするのに何が必要で何をやったらいいのかっていうのを、まあ事細かく説明したいなと思って立ち上げたんですけど、そのもう一つの理由はもう一つありましてですね、やっぱ正規で日本の中でドローンをしないと悪いイメージしかつかないんですよ。まあドローンを知ったのって多分皆さん入ってはいけないところに落ちたっていう事件だと思うんです。で、その時はまああんまりそのどこどこで飛ばしたらダメです、何々ですっていう一番最初ですけどね、言わなかったみたいなんですけど、やっぱそういうとこに落ちちゃうと悪いイメージがついちゃうですね。でまあいろいろネットとかでも書いてあるんですけど、ドローンで盗撮してるのが、盗撮されるのか、盗撮されやすいとか、上空にいる、上空で飛ばしてて、まあ、裸が映っちゃったとかっていうのが、まあ、あるとは思います。だけどですね、世の中には携帯っていうものがあって、その携帯で盗撮されてる割合と比べれば、まあ、ドローンで盗撮っていうか、まあ、撮られちゃったっていうのは、まあ、1% にも満たないぐらいの、レベルなんですよ。で、そういうなんていうんですかね、悪いイメージがついちゃってるので、まあ、ドローンっていうのは飛ばしづらくなっちゃいました。で、そこもなんか変えていきたいなと思って、イメージが悪いなと思ってるんです。だけど違法で飛ばしてる人もいるとは思うんですけど、そういう人たちがまた捕まったりなんだかんだするとですね、まあイメージ悪くなるんですよ。で、ドローン好きで飛ばしてる人で違法だと知らないで飛ばしてるんだったらまだいいんですけど、違法だと思って知ってて飛ばしてる人たちはですね、後からドローンをやろうとしてる人たちに迷惑をかけてるんですよ。足を引っ張ってる。なのでドローンを始めるっていう前回の動画に汽笛マークがついてるやつで飛ばしてねっていうメッセージを入れさせてもらったんです。で、その捕まって報道されたりとかするとやっぱり悪いイメージしかないので、そういうことがない方がやっぱり浸透しやすくていいんです。で、アマチュア無線取らなくてもまあ、バレなきゃいいやっていう人たちはいるんですよ。ドローンを飛ばしてて。けどその人たちが捕まれば、次ドローンやりたいなと思った人たちがですね、まあ居心地が悪いっていうか、まあ狭くなってきちゃうっていうことです。なので、まあ簡単に遊べるおもちゃだと、2.4GB 帯、Wi-Fi と同じ、まあ、電波使ってるんで、国内で売ってる大手の
コピーショップ電気屋さんとかで売ってるのは一応国内で汽笛取ってちゃんとしてるんで飛ばせれるんですけど、まあ海外から今ネットで通販とかで買えるんで、まあ、そういうのは自分で汽笛取ったり認証取っていただければいいんですけど、まあなんせお金がかかったりとかするので、どこまでお金かけてどこまでがしたいのかっていうのを明白にして始めた方がいいですね。私の場合はどこでとかっていうことを考えないで、あ、ドローンやりたいと思ってドローン買ったんですけど、まあ後々気づいてその対策したりなんだかんだするとお金かかるので、最初にどういうジャンルでどういう感じで飛ばすかは明確にして始めた方がいいかなと思います。で、今日はこれで終わります。以上です。またよろしくお願いします。